私もすごく楽しく韓国版を見ていたので、寝ずに寝ずにどんどんのめり込んでハマっていっちゃって、この気持ちを日本のスカイキャッスルにもやっぱり込めたいなって思いがすごくやっぱり芽生えましたよね。なのでやっぱりもう来週が楽しみになる、もうずっと繰り返し見てみたいって思ってもらうにはどうしたらいいのかなと、やっぱそういうことをすごくよく考えちゃいましたけど、でもやっぱり、この長い韓国版を本当に日本版としてギュッと凝縮させているところがすごく選ぶ箇所が面白いので、本当にあれっていう間に1話が終わっていて、で次どうなるのっていうのが自然な流れなんですよね。なんかそこがすごく私は救われたなって思ったし、この気持ちを皆様にもお届けできるように今みんなで頑張ってるところなので、はい、ぜひ期待していただきたいと思います、私今まで町娘とかギリギリの生活してるシングルマザーとか割とそういう役が多かったので、セレブだやっとセレブの役が来たって思ったら、中でも一番セレブじゃないタイプの人なので頑張らなくていいという面ではホッとしましたもう本当に作品が良ければいいほどプレッシャーっていうのはあるんだなって、どうしてもこの超える超えないの話じゃなくて、絶対にそこの基準から下げたくないって思いはあるので、その中でも自分が、強固としてちゃんと全うできるか貢献できるかっていうプレッシャーはありました。でも楽しみもあります。これだけの豪華メンバーというか女優さんがこんなに集まることもなかなかないので、そこでいろんな刺激をもらったり学びもあったり、どういう現場になるんだろうかなっていうのはすごく楽しみでした。本当にまずキャストさんをお聞きして、こんな豪華な女優さんたちとまず共演できたり、あと比嘉さんとは再会で、一つ前の作品一緒だったので、再会できるということで、まずそこにテンションが上がりました。あ、そうだったんですか。空降りる方だったんです。あ、そうですそうです。捕まる。一個前の子は全然違ったんですけど。でもセレブということで、衣装や、ヘアメイク、ジュエリーもこだわっていて、そこは本当皆さん見て楽しんでいただけたらなと。実際身につけてて楽しいですし、よくそのバッグとかも可愛いどこのっていう話をしたりとか、おいくらっていう話とか特に日賀さんが把握してて、値段まで全部知ってます、私が先に聞いてるもん、全部教えてくれる、おいくらスタイリストさんに聞いてます。韓国版を全部拝見していたので、あんなに完成度の高いものを自分がやる、特に主要メンバーをやるっていうのは非常にプレッシャーだなって感じました。一番最初私が一視聴者としてもう楽しんじゃったので、もういいんじゃないかって思っちゃったんです思っちゃったんですよ。なのでプレッシャーです。だから退屈なシーンがないんですよもうギュッとしてるんで、中だるみみたいなものはない。全部もう濃い。いろんなことが気になるんですよ。その私たちの中だけじゃなくて、旦那さんたちもあるし、娘たち、息子たちもあるし、でもなんかこう散りばめられてるけど、なんかあれなんだっけ、あれなんだっけってならないんですよね。それがこのなんかスカイキャッスルの面白さにも、短くなってはいますけど、置いてきぼりじゃない感じがすごく良かったです。例えば、ソフトクリーム、あるじゃないですか。普通のソフトクリームか、濃厚ソフトクリームだったらどっち選びますか。濃厚ですよね。ギュッとしてるので、最初から最後まで美味しいということです。どうでしょう。なるほど。まとめ切れたかな。いや、でも確かにそういうことなんですよ。本当に薄めないでくださいって感じ。そう薄まったわけじゃないんですよ。溶ける前に食べきれるから、ね、そう濃い味割らなくていいんです。みんな優しいでしょ。この私のなんか特殊のないあれに合わせてくれてありがとう。エンサーイ。私はね、感情を出せない役なので、どうしても人って人とお話ししたり、その場でこう
空気を感じるとリアクションしちゃうじゃないですか。それをこらえるのが辛い集中を強いられる役なので、まあでもそれを楽しめるようになるといいんですけど、だから気が抜けないんですよ、役柄が。まあ、そういう楽しさとともに挑戦っていうのもありますし、なんで合間はずっと逆にくだらない話をしたい、リラックスしたい、セリフもすごく強いし、だいたい敵合いのマウントを取れるかっていう、もういつもそういう話なので、ギスギスした内容の話が多いので、くだらない話をしたいっていう合間で大事ですね、なんかそのメリハリが、ね、大事ですね、ちょっとリラックスして緊張してっていうのが、で今だって止めなければずっと座談会してる話してますよ多分はいさーって言わないでさー、はい、みんなさん明るいの、みんな自由だよね、めっちゃ喋る、めっちゃ喋る、めっちゃ喋るソフトクリームの話する方ですよいや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 、みんながなんか最初やっぱこういう内容だから皆さん構えて絶対に作って来られるんだろうなっていう予測はしていたんですが、見事に初日で打ち砕かれましていい意味で力の抜け方をみんなそれぞれがしていて、で良いって言われた瞬間にみんな目の色変わるんだそれが逆に今は怖いそのメリハリ加減が確かに、なんかだってふみのちゃんねって最初の頃は全然なんか目の色が違うもん、今私を見る目が、なんかやっぱりどんどん話が進んでいくとなんかどんどんこう出てくるスッっていう目をするんですよ、たまにそう、ね、するんですよなんか子供たちと接してる時とかのシーンとかまた全然違う表情になって、私を見る時の何かこう企んでる目がスッっていうに一瞬でなんか怖いです、役で怖いです、ね、そうなんですよ、握られてるんでクスクスクスなんかいつも最初は私、はい流れが先輩すいません全然、私はもう本当この中でもみんなより年配なんで、もう私は健康です健康ないと何もできない、大事だ、本当にだから体のケア、仕事もできるしね、うん、動けるしね、誰かのためにも生きることもできるしね、通りなので健康です。自分の作ったものを食べるっていうのをすごく気をつけて、なんかどうしても疲れちゃった時になんか一つ買ったりするけど、時々でもその買ったりするけどって始めたのも今年ぐらいかな、今までずっと全部手作りしてるんで、なんか自分の作ったエネルギーの入ったものを食べたいんです。わあすごい、たとえおにぎりでも自給自足、すごい素敵、なんかそれは気をつけてます。なかなかできない、できないですよ本当に、だからいつもみんなに何食べてるの、これを食べた方がいいよとか言ってる、すごいだから気にしてくださるんですよ、食べるもののことを、うん、めちゃくちゃギリギリまで言ってた、お米食べて、お米食べて朝食べた、セリフを覚えるから炭水化物は取った方がいいよとか、すごくね難しいですけど、一番大事にしてることは自分に嘘をつかないように生きることかなと思います。まあこの話はちょっと嘘となんかいろいろ渦巻いてますけど、自分の中に何かこう芯があったりなんか通っていればなんか後悔しないような気がしていて、どんな時でも仕事でもプライベートでもまずは自分の心に一回聞くとかいう作業はずっとやってます。環境的にも、まあ、大自然の中で伸び伸びと育ったこともあるので、いまだにちょっと沖縄しょってるっていう思い出だからなんかそんな私がよどんじゃいけないな、なんかそれこそ地元に失礼だなって思いで生きてます大切にしてることも、私はここ挨拶すごい、うん、もうなんか、うん、おはようございます、ありがとうございます、ごめんなさい、なんか、うん、
シンプルなことですけど、意外と自分のテンションとか自分の気持ちによって意外と言えてなかったりとか、思ってても言えなかったりとか、まあ、言葉にするっていうことなんだろうと思うんですけど、なんかそういうことでちゃんと自分の意図も伝わるし、向こうのことも分かれると思うし、確かに、なおちゃん爽やかだな、うん、ありがとうございます確かに意識 してないんですよ、あれは。ありがとうございます。いや、なんかでも言ってくれる、自分もそれでスイッチが入るっていうか、うん、やっぱりなんか気持ちのいい朝を迎えたじゃないですか、うん、それだけですね、うん、大事大事、はい、大事、子供に教えることの一つだね。あ、まあまあまあそうですね、ごめんなさい、挨拶とごめんなさいと、ありがとう、その3つとね、大人になるとおろそかになりがちですけど、うん、ダイビングですね。うん、いいですね。そう、普段電波にまみれてるものを海に流していく、うん。やろうと思ってもできないもん、今すぐそれ。うん、そうですね。なんかこう怖いっていうか、うん、一緒に行ってくれればいいんだけど。なんか助けるから海のなんか一人みたいな、なんかそういう感じが羨ましい。だけど孤独じゃないの。やっぱりなんか。うん、違う世界にこう入り込めるみたいな感覚が、うん、なんかこう友達がいっぱいね、面白い、なんか人魚だった、そうだと思う、ね、うん、私もあの比嘉さんと似てるんですけど、はい、自分に好かれる自分で生きることです。そう、自分を信じるためには自分の心の声を聞いて、まず聞いてあげて、気づいてあげて、それを行動に移してあげるとすごい自分を信じられるので、です、自分のことを好きになって幸せだなと思う習慣がすごく増えるので、そうですね、まさにどこのシーンでもみんなバトルってるんですよ。なんでちょっとつけ忘れちゃってパテつけても、あ、やってるやってる、入り込める感じになってるので、あ、今このマウント取ってる感じ、うん、みたいなね、セリフすごいですよね。そう、セリフ今回なんかあの面白いワード多いですよね、うん、多い、この間いさかうって設定、いさかう、いさかうって、そうじゃん、弱いとか、弱い弱いを重ねて勉強になる、難しい、ね、でも印象にあるのは、さえが泉に言い放ったあなたみたいな偽善者が私は一番嫌いっていうワード、こっからもゴーンって始まったじゃないですね、ゴングなります、ゴーンって、あれはすごかったな、偽善者名とか言わないよね、言わないですよ、偽善者とか、どこでも使ったことないですよね、最後使ったことない言葉がいっぱいあるんです、ね、でその都度ちょっと国語辞典で調べちゃったりして、ね、そうです、見どころ、見どころ、見どころはもうね、もう今言ってたけど、そうなんですね、いや、あるけど、でもやっぱりこの5名だけじゃなく、家族もいて、旦那さんたちもいて、みんないろんな欲を持ってるんですよ。ただそれが本当に見え隠れするし、さえはドンと真正面からぶつかっていくんですけど、なんか本当に一癖も二癖もある人間、臭い方たちがたくさん必死に生きてるので、あ、そうやっていきたいなと思って見てもらうのもいいし、うわ、面白いこの人って思って見ていただくのも面白いし、いろんな見方ができる、なんかのどこの多面体なんですよね、すごい、なのでどのシーンを切り取っていただいても楽しんでいただけると思うので、ぜひ毎週見ていただけると嬉しいです。